止め、加害者としてまずは被害者に真摯に謝罪の上、一日も早く全面解決すべきです。提訴後8年が経過する中、14人の原告が亡くなるなど、命あるうちの解決は原告の切実な願いであり、最高裁判決が出た今、これ以上の解決先延ばしは人道上も許されません。センナーアスベスト被害の全面解決に向けて、私たちは貴殿が直ちに原告団弁護団と面談する総理を代表してお願いします。お願いします。何をお願いします。で、まあ、この判決が出た後ですね、まあ、いろいろご検討していただいていると思いますが、そういう面談の予定はですね、大臣において検討されているんですか。まあ、どうぞ。まず、大きくですね、まず本日、国の責任が認められまして、本日16時過ぎに大臣の会見でコメントされました。まず本日国の責任が認められたと思いまして、非常に重く受け止めています。また本日まだ発表をですね、受け取ってから精査をしてですね、今後どうする面出せるかどうかについては見た上で精査した上で検討していきたいというふうに大臣は申しております。まだ決めてない。この算術を見た上でということになると、検討した上でってなるといつぐらいなんですか。具体的な時期はちょっと分かりませんけれども、検討することあるの、責任認められて、前回10月の2日にも要請をしました。で、大臣はきちっと受け止めた上でのコメントなんですか。重くは受け止めております。でその重いって意味はどういう意味ですか。あとは、ちょっと内容を見てからですね、ちゃんと精査をしてから、方との面談についても、含めて、そんなことは判決前にいろんなシミュレーションをして、それで出た判決について、それはすぐ検討できるもんです。どうする場合とどうするかって、そんなこと精査をするのに時間かかることじゃありません。いやいや、俺言わせてもいや、さっきも言えんな。ダメです。長い判決じゃないってことはご認識ですよね。長い判決ではない。精査するとおっしゃるけれども、一晩あれば検討はすぐにできるというご認識はお持ちですね。それはよろしいですか。ちょっとそこまでは、ちょっと担当にはお伝えいたしますけれども、今担当者の方が今ちょっと出てるのは岡さんですよね。で、責任対策室はない。それはもうこの前お会いしてわかりました。あなたが今日ね、ここに来てどういう立場で判決後の原告たちとのこの申し入れをあなた自身がここで受けるのか、その立場をまずははっきりさせてくださいということだと思うので、それははっきりさせてください。今日はご納得はいただけないかもしれませんけれども、こちらとしては今日判決が出たばかりでございますので、判決文を精査した上で今後の対応を、面談も含めてですね、そういったことも含めて対応するというふうに大臣、それから担当室の方が申しておりますので、で今日の段階ではその担当室もまずは精査したいということで、私は担当ではないんですけれども、その旨をちょっと伝えにということで、10分以上遅れて来られたのはどうしてたんですか。申し訳ございません。いや、理由を聞いてるんです。それだけのことをおっしゃるのに、生活してから考えるということをおっしゃるのに、そんな10分遅れる理由はないでしょう。すいません、ちょっとお待たせいたしまして申し訳ございません。2日に会った時にね、その岡田さん自身が、いや、国はこれまでも判決受けて直接原告の皆さんに謝罪したことはありますと、
こう言われましたよね。あ、いや、この間申し上げたのはですね、判決が出た後に、大臣が会見で謝罪のコメントを申し上げたことがあるので、この間おっしゃったのは、この方たちに向かって謝罪するのが筋じゃないんですか。テレビカメラに向かって謝罪するのは誰でもできますよ。会う勇気がないんですか。いや、うちに会わないって言ってるわけじゃなくてですね、まずは今日は精査をするっていうことで、繰り返しになりますけれども、いや、もうごまかすしか思えない。原告からしたらね、はい、精査してくれるのはそれは当たり前だと思う。それはしたらいい。それともね、我々原告そのものが東京じゃないやん。関西の大阪から、また僕は和歌山からこうして出てきてね、精査するって言われたらね、もう明日帰らないじゃん。そうしたら本当に原告は大臣が謝るから皆来いって、そんなこと大臣が出てくるのは話は別やけどね、最高裁で決まったことならばね、もう何も精査も何もないと思うよ。僕らはね、素人の考えでは別に何も難しいこと言うてないんやからね、この場にこうやって出てきてるんやから、この場で分かりましたと、そうして言うてくれたら精査後でもええやしよ。僕らはそこ言いたいよ。精査して何してこうしてっていうのは後でもいいって。私らは原告としてここまで来て最高裁でこういう判決をもらった、そしたらよっしゃ分かったっていっぺん会わで、つまらんだな、そして後のことはまた精査させてくれ、どう頑張ってくれ、一月待ってくれ、二月待ってくれ、精査してくれたらいい。途中でもいいから呼んできてくださいよ。そうや、悩む、今から待ってるわ。呼んできてください。呼んでらっしゃる途中かもしれませんけれども、そんな長い判決じゃないかも読み終わってますよ。原告これがたくさん来てるんですよ。せめて責任者が出てくるの当然ですよ。電話してください。今から呼んできてください。もう聞くだけでいいです。聞くだけで違うんかな。すいません、この人は何者なんですか。お召しいただいてますね。ご飯さんにお召しいただきました。ちょっとまあね、ちょっと私来なかったんですから。いや、いいよ。だから今電話してたからさ、だからそれは。いや、誰を来たって言うべきことは言わんとさ、この人だったらどうするか、なんかそんなこっちからそんなされたりするかね。労働条件確保改善対策とか改善の。ご存知ですか。はい、面談の内容は聞いておりませんけども、うん、いらっしゃってることは。その面談で塩崎厚労大臣はどういう対応したかというのを聞いてますか。聞いてんですか。何にも聞かずにね、あなた何しに来るんだと、みんな怒るのは当たり前なんだよ。判決も読まず、厚労大臣は与党の代表とね、どういう会談をして、どういう申し入れを受けて、どういう真摯な対応をするのかしないのかね、詰められたはずなんだから、それについて聞いて、あなた方のトップでしょ、厚労大臣は。それでこういう原告さんと会うということで、どうしたらいいんでしょうかっていうのを、少なくとも赤面対策室長にあなたは相談してんじゃないの。ただ聞いてこいって言われてるの。いや、会見の話はすみません、聞いてなくて申し訳なかったんですけれども、ただ今日今日じゃあ、赤面対策室長から、判決をどう受け止め、原告さんたちにどう対応するかということについて、どういう指示を受けてあなた来てんですか。率直におっしゃいの。繰り返しになりますけれども、まずは判決もちょっと精査する。で、まあ、今日のところはその、まあ、お会いするかどうかも含めてですね、今日はまずは精査させてほしい
それだけを言いに来たんですか、あなた。原告さんたちに。判決の当日だよ。いや、あとはもちろん大臣も会見ではあるんですけれども、重く受けて止めておくと。あなたがここへ来るにあたって、はい、なんかさ、この判決で自分はこれ、例えば精査して来れなかったら、自分の代わりにこう言ってほしいと、こういう気持ちを伝えてほしいということは言われてないの。それを犯人受け取って、要請書を受け取ってこいと言われただけなんですか。もうあなたね、役割果たしてないよ。赤面対策室長のあなたが責任でここへ連れてらっしゃいよ。もうそれしかないよ。皆さんこのままじゃ帰れないよ。この対策室長ちゃう。だから違う。連れてこい。連れてこい。だから2日の日に方針伝えますっておっしゃってくださったのは、今日は勝つっていうのがもうね、前から分かりになってると思うんです。で、勝てばそうするといろんな原告 の話を聞いていただいて謝罪をするっていう意味で私たちは今日は来てるわけなんです。ですからしっかりとね、やっぱり私たちに謝罪してもらいたいんです。会議の先生たちが委員会館で安永部長を介して厚労大臣に与党と同じような全面解決のね要求を超党派でやってるんですよ。それも少なくとも赤面対策室は受け止めてるはずだし、もっと言えば労安部長がねここへ来たっていいんじゃないんですか。責任者として別に室長にこだわらんよ。室長じゃ出てここへ来て謝罪も釈明もできないんなら、労安部長をお呼びなさい。いるはずだよ。まだ今日帰れるはずないでしょ。こんな時間にこの判決受けてもう在庁してるのははっきりしてるんだから、あなたじゃもう皆さんに対応できないと言ったって、あなたの能力の問題じゃないんだよ。あなたの立場上もう対応できないので、どうぞ対応できる人に来てくださいと、みんなから詰められてごもっともだと思うので、誰か出てくださいってやってください。まあ待ちましょう。その代わりしっかりした返事持ってらっしゃいよ。子供の使いじゃないんだから。そんなことで済むと思うな。大きい声で言ってくれない。安全セルに行って相談してきましたけれども、今日、一部その敗訴の部分とあと差し戻しの部分がありまして、でそこについて、ちょっと厚労省だけでも決められない点もありますので、法務省など関係省庁とも相談した上で対応方針を今後決めるということで、とりあえず今日のところは、まだ、訴訟当事者ということで、ちょっと直接はお会いしてお詫び、今日はちょっと申し上げることができないということで、当事者、そちらの方の当事者の方でもいいんじゃないですか、はい、お話をするのに。こちらとしては、国としてはですね、訴訟当事者の担当者は、まだ今の段階では、まだちょっと、そういう方針なんですか。おかしいんじゃないですかね。いいですか。私は事務局をやっている弁護士なんですけど、今日うちの事務所に電話がかかったり、ファックスがかかってですね、自分の方はですね、お金を払いたいというファックスとか電話があります。あれはどういうことですか。要するに、これからね、今判決を読んでいろんな対応を考えないかんというのであればですよ、なんでそのお金だけ払って済ませすんですか。いや、精査中なんでしょ。精査中だったら払えないでしょ。和田さん、呼んできてくださいよ。このままだとみんな
納得して帰れませんよ。せめて今の話をその担当の人からするべきじゃないですか、岡さんじゃなくて。今いらっしゃって聞いてきたんだから、その人から話を説明してください。そうなんですけど、まあ、ただ説明もできるでしょう、あの当事者なので今日はちょっと終わりできないけど、これまで誰に言ってないこそ来るべきでしょう。もう当事者は終わりましたこそでしょう。いや今までね、係争中だから会えないってずっとおっしゃってたんですよ。係争今日終わったんじゃないですか。当事者終わりましたよ。あと何を争うつもりなんですか。またあの差し戻しの分ですとか。差し戻しの分ですか。差し戻しの分ですか。争うのはないんですけども。差し戻しの分ですか。いや、二人でお金を払うまで言ってくるんですよ。何を争うんですか。一人と二違うんですか。違うんでしょ。争うことないじゃないですか。もうね、国の責任が確定したんですよ。だからさっき川崎さんが言ったように、まずここへ来て原告に担当者がまず謝って、しかしその後ね、じゃあ一陣のどうするかだとかいう問題はそっちも精査するし、こっちも精査してお互いに協議してそう決めればいいことでしょう。まずはそこからしか精査することないじゃない。責任がどっから何を読んでどう読んだって国に責任がありませんなんて結論はどこにも書いてませんよ。分かってるでしょ。そんなの冗談で私は言ってるんだけど。マジな。読んでないから分からんわ。お母さんはもう読んでないよ。読んでないよ。せめて判決ね。読んでる人が出てこない。いや、読んでないんですよ。やっぱトンチンカのことしか言えないよ。なんか精査してないのになんで厚労大臣は謝罪したの。その国の責任を詳しくはですね、詳しくないもん。でも責任は認めたということが分かったから厚労大臣も謝罪したんじゃないの。もちろんそうなんです。だったら当社ここに来てまずそれをやればええやない。なんで厚労大臣がやって担当者なんでできないの。おかしいですよ。対応もできないの。どうして。お母さん答えられないじゃない。怖がることないよ。ここに来て誠実に真摯に受け止めて原告に向かってもらえばいいんですよ。別に難しいことやってくれなんて言ってるわけないんだよ。喧嘩しに来てるわけないんだから。我々は国の誠実な対応を期待して来てるんですよ。その気持ちをもう一回伝えてくださいよ。そんなこと言わずに。あなたが担当者ちゃうやからね。そうやもう。まず伝えてくださいよ。もう一回もう一回言ってください。もう一回言ってください。帰れ、帰れって言ってますからね。担当者は帰れないでしょう。見てくれたら。で私は帰れません。お力が見たらいいか教えてくれてもいいですよ。何やったら我々行ってましょうか。行ってもいいですよ。行きますね。そしたらもう一回行ってきて。ちょっとちょっと手強いからね。今日はね、飽きませんまで言ってきて。あれこそ収まりませんよ。あのあれで誠意でしょ。やっぱり人間としてね、まあ省庁の対応もあるけども判決が出てるわけだから。うん、原告さんも来て。会いたいと言ってるわけやから、いいじゃないですか。ということを言ってるとあなたに伝えてくださいよ。今のちょっとメモも取ってることは、ほんでもう一度言ってくださいよ。ね、私たちから、私たちは本当にあなたに対しても本当不信感なんですよ。あなた自身どう思います？今日の判決に対して。読めないからわからない。いや、でもだから私たちも買った、ね。46年以降は認めないとかね、そういうのを、まあ、判決は出ました。それを聞いてあなた、まだちょっと繰り返しになってしまいますが、その判決を精査して、あの対応を決めてから、ちょっとこの人と話しててもしょうがないの、皆さんがやめますね。あの後ろについていきますから、どうぞ、あの石田さん、本当に私たち、あの真剣にね、自分たちが。